どうもー、モータージャーナリストの藤間隆でーす。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ネム、IOST のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは株や仮想通貨のチャート分析を毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、仮想通貨市場ですけども、まあ、昨日まで結構下げてね、その後反発できてるっていう相場になっております。その辺についてお話ししていきたいと思います。引き続きツイッターやインスタグラムなどでも投資の話やってますので、ぜひ私藤間をフォローしてみてください。そしてね、今日藤間大学、サブチャンネルの藤間大学の方で久しぶりに動画をアップロードしております。貯蓄があまり溜まってない都道府県ランキングってことでね、また都道府県ランキングでお金という軸でね、都道府県ランキングやってますので、お金に興味がある人はぜひチャンネルと、藤間大学の方の動画も見てください。はい、じゃあ今日も仮想通貨ニュースを読み上げてから、チャート分析、6つ、いきたいなと思います。今日はですね、コインデスクジャパンの記事ですね。ビットコインが40万ドルに今年達成する可能性があるとブルームバーグが報告しているということです。過去に起きた強気相場を元にすると、ビットコインは今年中に40万ドル、4400万円に上昇する可能性があるという、というブルームバーグがね、報告書にまとめました。ちょっとここにグラフ載せときますが、グラフを見るとビットコインの価格は2013年に55倍、2017年に15倍上昇した時と似た動きをしていますと。2021年も同様の曲線をたどれば40万ドルに近づくことになると、ブルームバーグクリプトは、今週発表したマンスリーレポートで指摘しましたということです。もちろん結果を保証するわけではないですが、まあ2012年の11月と2016年の7月の半減期、1回目と2回目の後もだいたい12ヶ月から18ヶ月で驚異的に上昇したんですよね。でビットコインの去年の半減期が5月ですので、前の、まあ、半減期の傾向と同じような考え方をすると、まあ、今年の5月から、まあ、今年の年末ぐらいまでにかけて、まあ、てっぺんね、天井を迎えるんじゃないかと。まあ、僕もそんな風には思ってるんですけども、まあ、最大で4000万ぐらい上がる可能性はあるということでした。まあ、一方でね、アメリカで、債券の金利が上がったりして、まあ、それによってビットコインがね、2月に暴落したりとかっていうのもあったので、まぁ、ちょっとその辺のね、相関性とかも考えると、まぁ、確実に上がるというわけじゃないんですけども、まぁ、直近の、足元のその、仮想通貨の盛り上がりとかを考えたり、まぁ、アメリカでビットコイン ETF が承認されるようなね、期待が高まっているとかって考えると、まぁ、全然ありえない価格ではないのかなと、私は思ってます。はい、今日の記事はね、かなりインパクトありましたので、プラスマイナス10でプラス8にしたいなと思います。はい、じゃあビットコインからチャート分析いきたいと思います。ビットコインがね、634万円を推移しておりますね。こんな感じで、まあ、平行チャンネルにタッチしてちょっと反発してきたって感じですね。まあ、昨日、620万ぐらいまで一時期下げましたが、ちょっと反発してますね。で、私はね、割とここからね、大きく反発してくる可能性があるんじゃないかなと思っています。なんでかっていうと、昨日が、ほぼ、包み陽線だったんですよね。わかりますかね。おとといが、まあ、大陰線なんですけど、昨日が大陽線で、完全に1日のこの下落を、まあ、否定してきてくれるかのような、まあ、上昇。まあ、例えば、こことかもそうなんですけど、ここも、一本の陽線ね、一日分の陽線で3日分の下落を否定するような陽線があったら、そこからまあ稲子になってるんですよね。で、その前とかも、この辺とかもそうですね。ここも、4日分の下落を1日で否定してきたみたいな、こういう動きがあると、そこから反発になる可能性があるんで、結構ね、昨日の陽線は結構インパクトでかいんじゃないかなと思いますので、僕はね、ロングしてます。昨日そこぐらいからロングしてますので、このままね、この、平行チャンネルの加減を割らない限りは、ロング持ち続けようかなと思ってます。加減まで割ってきたら、まあ損切りするって感じですね。でロングして、あわよくばこの平行チャンネルの、まあ、てっぺんまで、利益確定すると、まあ、800万ぐらいなんですけど、このてっぺんぐらいがね、この辺
$7,300ぐらいまで、それぐらいまで、今から狙えたら、まあ、150万円幅ぐらいの、爆益取れるので、なかなかいいんじゃないかなと思いますので、FX はまあ、ロングするチャンスかなと思います。下落トレンドに近い、上昇トレンドのこの加減にね、近いので、まあ今 FX はかなりリスクリワードがいいんですよね。損切りラインまでこんぐらいしかないけど、狙うポイントまでこんぐらいあるので、リスクリワードが1対10ぐらいあるわけですよ。なんで、FX はまあ超絶チャンスだと思います。で、現物もまあ買うべきところかなというふうに思ってます。で、本格的なね、上昇が始まるのは、やっぱりね、直近のね、下落トレンドを上抜けたところ、まあ僕はよくある手法ですけど、その辺になってくるんで、今 FX でロングするの怖いよっていう人は、今これ4時間足なんですけど、こういう下落トレンド引きますので、ここを埋め抜けたらロングするっていうのがいいんじゃないかなと思います。ただもうほぼほぼね、上抜けそうになってますけど、640万超えてきたぐらいのところかな。5万8000ドルぐらい超えてきたところで、ロングするっていうのもいいかなと思います。それは安全だと思います。はい、ビットコインはそんな感じですね。じゃあ次が、イーサリアムです。イーサリアムがね、227,700 円ぐらいですね。まあ、ビットコイン出るんですけど、ビットコインほどは反発強くないですよ。こっちは、包み陽線じゃないんですね。ハラミ陽線なんですよ。おとといの、陰線を、まあ若干、まあ3分の2ぐらいはまあ、戻したって感じなんですけど、ちょっとね、読みにくい相場ですね。ちょうど今真ん中の線タッチしてきて、まあ、ビットコインが上に行ってくるのであれば、まあ、多分イーサリアムも上に行くんじゃないかなと思います。で、上に行くとしたら26万ぐらいまで上がってくる。2400ドルぐらいまで上がってくるので、まあ、ビットコインがさっきの三角持ち合いの、上まで640万円超えてくるんだったら、イーサリアムも、まあ、相関するっていう考え方でロングして、2400ドルまで狙ってもいいんじゃないかなと思ってます。現物はね、まぁ、ちょっとあんまり買い場じゃないかなと思います。現物はで、もうちょっとやっぱね、この平行チャンネルの下に引き付けてから買った方がいいかなと思います。19万とか20万ぐらいまで落ちてくるのは待った方がいいかなと思ってます。はい、イーサー以上です。じゃあ次、リップル行きましょう。リップル110円ですね。結構強い上昇してますね。いや、私はロングしてますけど、103円ぐらいの時からね、ロングしてますけど、一旦ね、116円ぐらいまで上がったのかな。ちょっと待った、わかんない。116円ぐらいは確か上がったんですけど、まぁ、ちょっとでも、今戻すって感じ。で、直近こういう感じの三角持ち合いになってます。これ、ビットバンクの4時間足なんですけど、三角持ち合いになってるので、ここ上抜けたらロング、下抜けたらショートってのがまぁ、安全だと思いますが、多分ね、上だと思いますね。これだけ強い上昇してきた後の三角持ち合い。基本的には、まあ、例えばこの辺でも三角持ち合いだったわけなんですけど、三角持ち合いになって上、で三角持ち合いになって上っていうね、感じがすると思いますので、まあ、強気な人はもう今ロングしてもいいかなと思います。今1ドルぐらいなんですけど、今ロングして三角持ち合い上抜けの、次、193円ぐらいまでぶっ飛びそうなんですけど、154円から193円ぐらいまでぶっ飛びそうなんですけど、そこまでね、ロングしてもいいかなと思います。安全に来たい人は三角持ち合いを、上抜けてからロング115円とか116円ぐらいまでなってきてからロングするっていうのがいいかなと思ってます。はい、リプロ以上です。じゃあ次ビットコインキャッシュ久しぶりにやりましょう。ビットコインキャッシュね、66万9000円推移しております。この間ね、7万5000円ぐらいまで上がったんですよね。日足ですね、これね。で、ビットコインキャッシュは、ま、ちょっと変な形していて、こういう上昇トレンドラインがあって、ここね、何回も割らないんですよ。1回、2回、3回、4回、5回、タッチしたけど、なかなか割らない。で、直近の高値、ここもが、8万円ぐらいだったんですけど、ここはね、超えてないんですけど、まあ、こういうね、安値切り上げで、こう、波を打つような感じで上がってきてるんですよね。だから、ま、ちょっと中長期的には、ま、今からまだまだね、上がってくるんじゃないかなと。持ってます。一回また下タッチするかもしれませんけど、まあ6万円ぐらいのところですね。ただまあ長期的には上がってくるかなと思います。っていうのもまあ週足とかね、日足、まあ週足だとこんな感じで結構ね強い、安値切り上げだし、月足でもね結構いい感じなんですよ。そう、月足だとこんな感じで連続陽線なんですよね。1,2,3,4,5,6,7、7本。だから7ヶ月連続陽線なんですよ。こうじわーで最後にボカンみたいなね。で、最後にボカンって来て、2017年の、これ来るみたいな。50何万円ぐらいのこれ来るみたいなね。
まあ、そういう期待ができるので僕はね現物で買って長期保有してます。5万7千円ぐらいでね買い直しして持ってます。で今ね 20% ぐらい含み切れてる感じですね。なんでまあペイパル銘柄ね、ライトコインもこのビットコインキャッシュもなかなか上がってこないんでじれったいんですけど、なんか仮想通貨バブルの最後の方にドカンと上がってくるような気がしてます。はい、ビットコインキャッシュは以上です。じゃあ次 IOST 行きましょう。 IOST が 0.05 ドルなので 5.8円ぐらいですね。はい、引き続き三角持ち合いですね。なんかあんまり言うこと変わってないですけど、まあ買ってもいいと思います。で、多分三角持ち合い上抜けてきて市場されたから14を狙う。まあそういう格好だと思います。まあちょっとじれったい感じですね。今あんまり盛り上がってない感じ。今ね、イーサリアムをはじめね、ディファイ銘柄あんま盛り上がってないんですよね。NFT コインの方が人気があってね。だからちょっとね、ちょっと最近人気なくて出来高も下がり気味なんだけど、まあそのうちこの三角持ち合い上抜けて爆上げするでしょう。はい、IOST 以上です。じゃ最後にネム行きましょう。ネムがね、0.4 ドルなので、44円ですね。まあ、引き続きボックスの中に入ってきてしまったんで、ちょっと怪しい雲行きなんですけど、まあ、でも悪くはないと思います。こっから多分ちょっとずつ反発してくると思います。ちょっとこれ冷やしじゃ分かりにくいんだけど、4時間足、ちょっと見てみましょうかね。4時間足では、安値切り上げな感じなんで、こんな感じで、だんだん安値切り上げてる感じなんで、まあ、ちょっとここ割ったかなって感じするけど、まあ、わかりやすく言うと、まあ、さっきのビットコインキャッシュみたいな感じで、安値はね、かなり決まっていて、こういう感じで、だんだん上がってきてる感じ。なんで、ここちょっとこうぶち上げて騙し上げみたいになったんだけど、そのままじわじわ上がってきて、またこのボックスレンジの中45円抜けてきてから、大きな反発するんじゃないかなと。まあ、そんな感じで見ておりますので、まあ、ネムはね、引き続きね、私はずっと買い場買い場って毎日言ってるんですけど、買い場だと思いますね。こんだけ落ちてきたのでね。この辺で、そこ作ってから、しっかり、上に上がってくる。そうなるんじゃないかな、と思います。はい。というわけで今日もね、6つの仮想通貨のチャート分析をしてみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットフライヤーとビットバンクがおすすめです。そして日本の取引所にはないコイン買ってみたいという人は100種類以上取り扱っているバイナンスが超おすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方はバイビットと FTX とオーバービットがおすすめなのでぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますのでぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますのでこの説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。